はい、マスオ TV とソチンです。はい、今日はですね、サトチンさんとお出かけしております。久々にね、外に出ると気持ちいいですね。そうですね、春だなっていう感じがするんですけど、今日はですね、サトチンさんにこういうところにね、連れてきていただきました。あ、行きつけの、こちらは駄菓子屋ゲーム博物館になります。そう、駄菓子屋ゲーム博物館って言って、なんかね、レトロなゲームがここにね、たくさんあるんですよ、うん、多分、皆さんのお父さん、お母さんが遊んでいただろうレトロゲーム、僕も遊んでたのもいくつかありますけど、サトチンさんも遊んでましたよね。あ冗談です冗談ですっていうね感じで、なんかレトロなやつがね、あの、面白そうなんで、今日はねこちらで楽しんでいきたいと思います。いや、すごいよ本当に。いや、まずサトチンさんが面白そうなのって言ったのがこれですよね。コロリンボール、はい、こちらコロリンボールに挑戦していきたいと思います。これね、どういうものかと言いますと、10円を入れますと、1回10円なんですけど、ここにパチンコの玉がね、こうピョーンって上に来ます。で、これをうまくいいルートでこう下まで持ってきて、ここのゴールですね、ここに入れたら、うん、OK って、そういうものでございます。サトチンさんは100回ぐらいやって、やっと1回成功したらしいんですけど、じゃあ行きますね。10円入れてレバーをポンとやると、ほら、ここに来ますね。で、ここを見ていただけたらいいんですけど、下のレバーがあるんですけど、レバーを回すとワニが下に行って、ほら、入る。で、アウト、セーフあるんですけど、このセーフのところにどうにか入れる。せーの、よいしょ。で、またこのワニの口に入れるっていうね、こういうのを繰り返していくんですけど、おお、サトチンさんどうですか。うまいでしょ。うまいですね。おお、いった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 いた。さらに次、さらに次、シーソーになってますよ。おお、いった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 。じゃあここに入れて、最後ここに入れるにはちょっと難しいらしいんですけど、いきます。せーの、お、着きましたね、最終の。こっからピョンと入れると、いきます。せーの、あぶら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 、ちょっと緊張するね、最後だからね。じゃあもうちょっと行くぜ。で、ここを見ていただいたら、いきます。ヒュッ、あミスったっていうね、まあ、こういうねレトロなゲームなんですよ。今の時代の子供たちはね、こうアプリでね、モンストパズドラってやってるかもしれないですけど、もうこの時代はもうこれがめちゃくちゃ流行ったはずですそうですよね。さあ、3回目にナイス、うまいですよ。あ、いいですね。よし、うっそ、そこね、シーソーってそういうことか。いいですね。さっき一発でクリアしたら持ってる男だったもんな。確かに、いい、うまい、よし、では、いきます。せーの、ほい、ほい、おーくっそー。では皆さん、一番下までなんとか球来たんで、ラストチャンス、ここに入れるぜ、いきます。3、2、1、ゴーシュ、うぇー、じらしていくよ。え、これ返した方がいいのかな、それともなんかいい具合の高さにしといたらこう行くとかない。いや、いかないんですよ、それが。ちゃんと上に弾かないと。はい、あー、そうなのか。いきます。3、2、1、ゴーシュ、あー、めっちゃ惜しかった。続いてですね、こちらやっていきたいと思います。いかにもレトロな感じがするでしょ。これね、マリオブラザーズって言って、ま、マリオっていう名前のついたゲームの一番最初のゲームをこうやって楽しむことができるんですよ。まあ、ファミコンでやってた方もいらっしゃるのかもしれないですけど、僕はなんとなく記憶にしかないです。フェーズ1ってことで、ででででで、あ、これだ。ジャンプってどうなんだ。あ、できたできた。
よいしょよいしょ、あれ右に行かな、よしこれ操作がさ、え、これ、あーやばい、難しい。あ、これノコノコは上から攻撃したらいいの？あー一瞬でやられた。あ、ひっくり返したやつを、え、踏むんじゃないんですよ。踏むんじゃないんだ。下からテイってやつ。あ、もう一回できる。ラストですね。ラスト。そっか、じゃあ、あ、やべ、こいつ早い。こいつ早い。こいつ早い。おい。おい。あ、違うの？ひっくり返して蹴るんです。うん、蹴るの？蹴るのどうやるの？あの普通にもジャンプして、あ、いけ、えい、やった。俺本当知らなかった。サトチンさん、これやったことあります？イエス、ファミコンで。ファミコンで、あー、あれコインかレトロ楽しいな。よし、これできたところで、あ、こいつ逆だ、うん、あ、これも当たっちゃダメなのか。レトロの楽しさね、ボタン一つですから、二つか。はい、でですね、ここで唯一僕が昔やったことのあるゲームがあるんですよ。それがこちら、じゃんけん、じゃんけんマンって。これね、僕の家の近くの日井でやってましたね。日井のあの何ところでやってたんですけど、これ入れてじゃんけんするだけっていうね。じゃんけんスタートして、はい、っていう、これだけ。でも子供の頃は母親にもらった100円でどれだけこうさ、今でいうイオンみたいなところで時間を潰せるかっていうのでやってたんですよね。おかった。で 2じゃないですか。もう1回勝つと4、8、16、32っていう感じで、なんか事情されてくっていうか、うん、感じなんですよね。スタートしましょう。スタート。うわ、これだともうダメ。これファイナルアンサーして失敗した感じですね。そうです。うん、はい、どうでしょう。でもマスオさんが昔やってたのって、うん、フィーバーってプルルルってなんなかったんですか？あ、なった。じゃあ違うんだ、僕がやってたのと。あ、それよりもさらに前のやつなんだ。フィーバーあったわ。なんか確かに子供の頃やってたのはフィーバーして、あのたまにね、すごいたくさんもらえてる時あったんですよね。ジャックポットとかありましたもんね。あった。負けた。そのタイプで全然勝てねえ。スタートなかったですよね、はい、入れたらなかった。あいこでしょ。え、ちょっと待って。ということで10枚やったのがラスト1枚です。一度しか勝っていない。ねえ、ジャンキン呼ぼえよ俺。いくぞ、スタート。パン、負けたー。佐藤純さん、最初はグー、じゃんけんぽい、勝ったー。ダメだー、現実は強いんですけどね。ということでですね、最後は佐藤純さんと対決していきたいと思います。で、今回ね、挑戦するのはこちら、クレーンゲーム、チャンスラーっていうね、うん、クレーンゲームでございます。まあ、このね、このクレーンゲームもね、かなり、まあ、レトロな感じ分かっていただけるんじゃないですかねえ、あのアームがさ、なんかもう鉄って感じですもんね。そうそう、もうテコの原理しか使われない、使われない。そして景品はこのお菓子ですね。で、どっちがどっちの方がたくさん高い金額を取れるか、うん、うん、合計してっていう形でいきたいと思います。では、じゃあ先行サトチンさんからお願いします。一回一回交代しましょう。そうですね、はい。それでは10円目、一回目ですね。これもういきますよ。ちょっとお手本見たいんだよな。なるほど。ここ、うーん、おーおおおおお、取れそうなやつから取っていく。あ、お、あ、取れてる。いやいやいや、落とせ落とせ落とせ。え、サトチンさん、すげえ、まぐれー。え、サトチンさんすごくないですか。もう、あれなんです、これダイエットにもいいですよ、ふがしって。ああ、そうなんですか、はい、砂糖菓子って書いて、黒砂糖って書いてありますけど。いいんです、いいんです。じゃあちょっと僕も10円入れて、どこで操作するんですか。このボタンでございますね。え、ボタン。さあ、押しはしないですよ。押しっぱなしで離すんだ。バレた。え、あ、待って、あ、こう行くんだ。あ、でも
おおおおすごい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 、私さ、見て見て、ほらほら、ニコ見せる男マジ。あ、でも1個は取れてますから。ただ金額的に言ったらサトチンさんの方が今言ってますけどあれ取りたかったっすね、あれ取りたかったっすね、悔しいわ。じゃあ後半戦いきましょう。はい、よし、それでは合計30円目ですね。はい、ドン。すごいな、さっきのニコ取り、本当にニコ取りいいっすよね。あ、またふがし狙いだ。いや、でも違うんすよね、厳しい。おあら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 、これはマスオチャンスあるぞ。チャンスラーだけにチャンスですね。チャンスです。ではこれで勝負が決します。僕このふがしを取れば僕の勝ちですから、いきます、スタート。ただね、ふがしがギリギリなんだよね。あ怖い怖い、ああああドロードロー。いや、サドンデスですか。でね、うん、結果なんとですね、ふがしの方が値段が高いということで、勝者サトチーさんでございます。勝てねえわやっぱレトロゲームじゃ勝てねえわサトチーさんに、勝てねえ勝てねえ、前線した方だ。はい、ということでね、はい、はい、今日はこちら駄菓子屋ゲーム博物館で遊んでいきました。結構ね、まだね、紹介してないね、いろんなレトロゲームがあるんで、ぜひね、興味がある方は皆さんね、来てみてはいかがでしょうか。楽しかったですね。めっちゃ楽しかったです。はい、ということで今日も皆さん最後までご視聴いただいてありがとうございました。以上、マスオ TV とソドチンでした。バイバーイ。チャンネル登録、高評価、よかったらお願いします。他の動画もぜひチェックしてってね。